ぶっちゃけた話してもいいですか。本人の格の違いとかがあると思いますよ。はい、どうもこんにちはマスターです。今日ははい、えー、紹介されるためのロジック。これどういうことでしょうか。これは自分があ自分の商品サービスが人に何か紹介されて、また次のお客さんが呼ばれてくる。だから自分は何も活動してないのに何かお客さんが来るっていうことってマスター先生も多いと思うんですけど、はい、それをなぜできてるのか、ただ単なる偶然なのか。 それともやっぱりこうコソ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 動いて考えている部分があるのかっていうのところをお聞きしていきたいんですよね。ちなみにあなたはどう感じますかそれはちょっと僕に聞かれてもですね僕はもう、ねね、それを今聞いてんねん <laughs> 言うとけってとりあえず僕は、ね、あんまりなんか偶然の要素があるかも、まあ、し言いいうい。 まあ、あいつに頼んだら何とかしてくれるから全然頼むときやぐらいの感じでしか思えてない。僕ね、そもそも論あるんですけど、全員がね、マーケティングとかセールス活動だったりとか、販売促進活動とかやったりすると、みんながうまくいくはずなのに、はい、なぜマーケティング、セールス活動、販売促進活動してて、みんなが、まあ、通り一辺倒じゃないけれども、同じような結果が出ないのがもうそもそもね、 マーケティングの塾をやってるという時点ですごく疑問なんですよだからぶっちゃけた話してもいいですか本人の格の違いとかがあると思いますよ。なるほどこれがあれですね動画撮影前に、うん、これは万人受けせ全く人受けしないんですけど、はい、閲覧注意ですねは、うん、あのね、はい、例えばさ東京を歩いててめっちゃ可愛いななと思うことと同じような服着ててもあの子 全然えそんな子いましたっけみたいな同じ服着てる同じことやってるけれども全然違う結果になることあるわけじゃないですかこれってじゃあ何ですかって言われたら何で答えるんですかああそうかそうなってきた何の話いやほんとそうですよい<や>オーラとかになってくるんじゃないですか、ね、あのね、はい、じゃあそのオーラはどうやって作っていくって話なんででですすすよ確かに聞きたいい僕ねご思うんですよ。 あの、こういう塾やってても、僕みたいにイケイケどんどんの人たちもいたら、 全然塾でいろんなランディングページ作ってごちゃごちゃなんかバックエンド作ってシステムやってこっからこうやって落ちてきてワンタイムオファーしてとかつってもたかだか4、5千万ぐらいしか稼げへん、貸すとかいっぱいいるんですよ。4、5千万稼げへん、貸すって言ったらダメですけれどもほんまそんなもんは貸すですわ。だっていっぱいやってるのにそのぐらいの金額しか稼げないわけじゃないですか。私んとこそんなこと全然やらないですよ。じゃあなんでそんなことやらなくっても契約来るんですか紹介来るんですかって言ったら 今日ももうビジョンの差だったりとか人間の器の違いだと思うんですよ <laughs> じゃあこれをね見てる人たちからこういうツッカメもうウェルカムなんですけどじゃあお前器あるんかいって言われたらもう Yes I have なんですよ持ってるに決まってるから十何年も仕事できてないって話なんですよだからマーケティング活動をしなくても キャラのパワーだったりとか本人の器だったりとか運の力で契約が来るなんていうのはよくある話なんですよ。なのでそういう意味ではのうこで入れてくださいいいい入れななそうですからねだから僕自身はどう紹介させるっていうのはすごい不思議な話なんですけれどもじゃあある一つの例を出してみたいなと思いますけれども。 例えば、僕もワインのものは好き。ハマきをこうするのが好き。で、ある時に、あるところで、まあと、友人の紹介ですよ。一回、あのー、まっすぐワイン詳しいから、僕の友達も一緒にワイン飲むから、ワイン飲みに来てよって言われて、で、いろんなワインちょっと紹介してよってうか教えてよって言われて、行ったところがあるんですよ。まあ、その人数として7人いたんですけれども、そのうちの一人が、僕のワインの説明だったりとか、まあ、寄ってるから、男って集まったりすると、女の話か仕事の話が しないんですよそううんうんって普通に聞いてますけれども今こっちに女性の方がおられますんで <laughs> あんまりこうねあのくじ引ってあかん話だと思いますけれどもいずれにしていっても仕事の話だったとかワイの話してる時に「増田、はい、さんめちゃくちゃ魅力的ですね」って一回個人的にお会いしてくれないですかって言われてその人契約してくれたんですよ企業契約で2,000<う>万ぐらいのね僕でもねそんなん狙ってないで悪いけどう,ってう感じこん。が僕 大体1ヶ月2回やるんですよそう,うなので不思議ですよねそれで僕が今みたいに「それってどうやってやるんですか?」って言われてもいやーねえ説明しようがないじゃないですか。<ー>ちょうど今さっきもね結局のところこの部屋を借りてくれる人たちのお客さんの場面を見てたと思いますけど、はい、僕別に何も言ってないけど。 もう先々まで貸してくださいとかって僕別に言わしてないで、うん、結構あのまあここだけの話格高で貸すんだと思いますけれどもいずれにしていっても何もしなくても向こうからやってきて契約するなんていうのは人情過半知なんですよ、うん、そうだから僕からしてみたらそれどうやってやるんですかって言ったら本人たちが求めてればいいと思うし最低でも僕の存在を 知ってくれてる人間たちのことを増やしていくっていう機会をするために SNS だったりとか Facebook だったりとかこの前とかでも Facebook の投稿何でもないしょうもない投稿を上げて毎回格言楽しみにしています一度お会いしてほしいですとかつってメッセージがくるんですけども もうそんなことあんまないんですかわかんないですけど僕そんなばっかりやかんじゃないですかないですかでもそれは何の違いかって言われたら結局のところはなんとなくほっとけない存在なんじゃないのかなって感じるだけですけどね、うん、そうこれをじゃあ術にしていこうと思ったらやっぱシステマチックにやっていこうと思ったら僕すごいテクニックがあるなとしたら三つぐらいあるんだと思います一つ目はやっぱどこでも顔出せなんですよ 偏ってるコミュニティだけに顔出すんじゃなくって、読まれたら行けよって感じ。なるほど、なるほど。<laughs> そう、特に遊びの場面は。森田先生の場合だったら、もうゴルフを、プロみたいな人と一緒に行きますけど、一緒に行きませんって言われたら、もう絶対ノーって言っちゃダメなんですよ。もう行くもう一人だけ101叩いて、みんなが69で回って、叩きまくってて恥ずかしい思いしてても、一生懸命頑張ってましたね。一回ゴルフの日曜日やってみませんかっていう話になったら、下手でもいいよね。はい、そんなままって感じ。だから、 僕はどこでも顔を出した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもこの2つ目のテクニックは自分たちよりも格の下の人間たちと付き合ったりすると本人って気持ちよくなるんですよでもねこれ全く逆で自分たちよりも格上の人たちと付き合う機会を月にやっぱ34回は持った方がいいと思います<ー>そのことによって覚えられて例えばなんかあんな人いましたよ一回紹介しますねみたいな感じで来る時もやっぱあるんですよね で、っていう感じ。で、もう三つ目はとっても簡単。値段は常に高めにしとけたんですよ。特にこういう仕事したら、値段は高めにしとかなくちゃいけませんよ。安い。競合と同じ値段だったら多分金額の面でね、まずね、劣勢になるんですよ。あいつ高い。うん。これだけで非常にいい、そう。紹介も来る。そう。なので、 僕自身はこの万人受けしない、まあ先ね、お前の動画なんて全部万人受けなんかしないわって言われて終わりなんですけれども、でも、清水さんもね、さっきそうやってね、お前なんか万人受けしねえよ、バーガーみたいな感じ言われましたけれども、<laughs> そういやいや、別にもう、意義なしですよ、本当に。意義なしですけれども、僕自身は、えー、っとやっぱり結論としては、ほんまに申し訳ない、もう器の違いというしか言いようがないかな。 だって本人にその器があると思えばそれがやってくるだろうし本人にその器がなければあの何歩努力したってやっぱり難しいと思いますよもしかして運かもしれません,うん、うん、だからと言って運とかっつっても何にもしいのおかしいんですよ本当にポテチかじってソファで寝てて契約来おへんなって当然なんですよでもそんな人結構多いよ 僕も一生懸命やってて楽しんでるうちに契約がやってきてるっていうのはありますけれどもだからって言ってどうやったらいいですかって毎日一生懸命楽しんでれば必ず契約が来ますよって僕もう大きく首を振れない場面もあるのでだって 結局のところ、僕は、森田先生と知り合ったのも大月さんの紹介だったと思うんですよね。大、はい、月さんに紹介したら、こんな人いますよ。もしよかったらどうですかって。で、大月さん本人とは全く付き合っていないのに、森田先生とだけは月2回付き合ってるわけじゃないですか。<laughs> 清水京子さんだって、もともと柳沢さんっていう人から紹介してもらって、10年前に付き合うことになりましたけれども、あ、付き合うことになったっていうのはそういうことじゃなくて、あ,あの、取引をすす、おやおやうん。多分これ。<laughs> あのなんか万人受けしないのはそういうなんか風評被害があ <laughs> いそうな感じがありますけれども、そういうところで出会いのやっぱり運だったりとか、やっぱウルトラシー的なやっぱり運命だったりとか、Facebook とかでもそうなんですけれども、彼がインスタグラムを買収するだったりとか、あの、出会い系コミュニティっていうのを世界中に Facebook として広めていったっていうのも、もう一回できるかってなったら、やっぱウルトラシーの重なり合いが、あの、企業の大きさになったりすると思いますんで、まあ、企業の違い。 出会いの違い。テクニックがあるとすればまとめますけれども、やっぱりいろんなとこにいい顔出していって、いろんなとこに顔出すっていうのは、もう挨拶だけ。モニターと申します。よろしくお願いします。みたいな感じで、そこからやっぱりこう生まれたりするような出会いがある。で自分たちの格上の人たちと付き合うってこと。そして値段は高めにしておくってこと。このこと自身が、あの、僕にやっぱり紹介が来てるっていうところなんじゃないかなと思いますけれども、あとは、 偶然にも重なり合ったその紹介のお客さんたちの成果が出たとすれば、はい、この成果っていうのが誰かが言ってしまって、また波及効果としてこの紹介を生んでしまうということもあるんですよね。僕みたいな、ね、やっぱり天才的な経営者っていうのはなかなか言いないと思います。はい。うんうん、ここで、あの、なぜ笑わないのかが全くわからないですけれども。<laughs> 確かに。まあうん、確かに。はい。恥ずかしいんで、そろそろ終わりにします。<laughs> それではまた、あ次回ですね、えー。お会いしましょう。さよなら。